ジャン君、お土産に雪だるまが来たよ。どうですか？なんだっけ、なんか何ってなって下のあの木、なんていうの、あの道のところの下のところにこう綺麗にこう植わってる木の上にあった雪なので綺麗よ、綺麗綺麗よ。もうね、向かいの駐車場の雪は完全に踏み荒らされていたので、新雪踏めなかったよ。っていうかまだ出ていないし、そうだね。すっごい新雪ではないけど、うん、あの歩道のところはまだ雪があって、うん、結構みんな歩いちゃったからペタってなってたんだけど、うん、でもまだアイスバーンにはなってなくて、あ、端っこの方にまだふわっとした雪があったから踏んできた、うん、サクサクして気持ちよかった。ふわふわってサクサクって。どう、ポンちゃん、なんだ、なんですかね。わかりません。なんかわかりません。興味ないな。ワンちゃんとかだとさ、こう食べちゃったりとかするんだけど、うん、やっぱニャンコはいらないんだね。まあ外は今いい天気になっちゃったので、これからね、うん、ライブをやらなきゃいけないので、その後ってなるともう溶けてるかな。まあちょっと散歩に出て、ほんのちょっと残ってるふかふかのところを踏んできてやろうかな。あそこの屋根とか。屋根の上は登れないけどね。ということで、雪だるまでした。行くよ。はい、あ、行き過ぎちゃった、行き過ぎちゃった。やんないな、早くない、ジャン君。ひょーひょーとあり、ひょーおしまいなんだ、ジャン君。ジャン君、ジャン君、ジャン君、あ、かんだかんだ。よかったね、それを直ししてもらってね。わ、壊した、一発でした。せっかくお直ししてもらったのに一発ですね、ジャン君。わ、ジャン君、クシュクシュクシュ、ジャン君、ジャン君、ジャン君、いいな。じゃあこっちはチキ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 、鳥さん来たよ。鳥さん振られました。鳥さん振られた、悲しい。ジャン君、ジャン君、ジャン君、遊ぼうと思ったのに、ジャン君。鳥さんは振られました。カゴに帰ります。ジャン君、直してもらったけどまた壊れました。